四面体系中間体もしくは四面体中間体は炭素原子の周りで結合の組み替えが起こり二重結合を持つ平面三角形の炭素が四面体系の sp3 炭素に変わるときに生成する反応中間体である四面体系中間体はカルボニル元への急覚負荷によって炭素酸素結合のパイ結合が切れて生成する四面体系中間体の安定性は 新しい sp3 炭素に結合している不電化を持った脱力の脱離能に依存する。もし元から結合していた元と新しくカルボニルに結合する元の両方が電気的に陰性である場合、四面体系中間体は不安定である。四面体系中間体はエステル化やエステル交換反応、エステルの加水分解、アミドやペプチドの合成や加水分解、 ヒドリド還元などの反応で鍵となる中間体であるため、これらの反応を扱う有機合成や生物学系で極めて重要である。四面体中間体が最初に言及されたのは1887年、ルートビヒクライゼンの論文の中である。安息鉱酸ベンジルとナトリウムメトキシド、および安息鉱酸メチルとナトリウムベンジルオキシドの反応で彼は、 酸性条件下で、安息抗酸ベンジル、安息抗酸メチル、メタノール、ベンジルアルコールを生成する白色沈殿を発見した。彼はこれらに共通の中間体をアディシャネルファービンリングと命名した。ビクトル・グリニャールは1901年、エステルとグリニャール主役の反応を調べる中で、反応中に不安定な中間体が生成していると考えた。 カルボン酸誘導体の置換反応中に四面体中間体が生成しているということの根拠を最初に示したのはマイロンディーベンダーで1951年のことであった。彼はカルボン酸誘導体のカルボニル酸素を同位体である 18O で同位体標識して水と反応させラベルされたカルボン酸を作った。彼が反応の後に残っていた原料を調べたところ ラベルされた酸素を含む原料の割合が減っていることに気づいた。これは、四面体系中間体の生成を示している。ビュルギダニッツ奇跡カルボニル元への吸覚攻撃は、ビュルギダニッツ奇跡を通って進行する。吸覚剤の電子軌道と CO 結合の軌道のなす角度は90より大きい。この角度で吸覚剤のホモと、 c o 二重結合のパイルもが最も軌道の重なりが大きくなる。四面体系中間体が分解する際はより弱い塩基が容易に脱離する。強い塩基が結合したカルボニル化合物に弱塩基が近づいてきて四面体系中間体が生成してもより優れた脱離器である弱塩基が先に抜けてしまうので反応は進行しない。脱離が弱塩基であるときは K の自由エネルギーが小さく、合図を元であるときは大きい。反応は自由エネルギーが小さくなる方向に進む。カルボニル炭素に電気的に陰性でない元が結合している場合、四面体形中間体は安定である。この場合、嗅覚剤が近づくと不可逆的な嗅覚不可反応が起こる。 エステルの加水分解では途中で四面体系中間体が生成するが、素反応のうち四面体系中間体ができる反応が立足段階、四面体系中間体から塩基が脱離する反応が2番目に遅い反応になっている。エステル加水分解で用いられる三触媒はカルボニル酸素をプロトン化することで、プロトン化されていないカルボニル酸素よりも、 嗅覚負荷を受けやすくし、四面体系中間体の生成速度を増大させる。また四面体系中間体からアルコールが抜ける際、三色倍によって脱力の延期性が弱められるので、この反応の反応速度も大きくなる。エステルの加水分解は、四面体系中間体の生成と分解という二つの段階に大きく分けることができる。 四面体中間体は一時的に生成し、不安定なのですぐに変化してしまうものが多いが、この形を持つ多くの化合物が知られている。アルデヒドやケトン及びそれらの誘導体は、グリニャール主役やヒドリドヨンが孵化する際に安定で観測可能な四面体系中間体を作ることがよくあるが、カルボン酸誘導体の場合はそうではない。カルボン酸誘導体と、 同レベルまで酸化されている炭素に結合している、置換器、すなわち OR や NR2 や CL などはカルボニル元と協約しているため、同じカルボニル構造を持つアルデヒドやケトンに比べ、カルボニル元への嗅覚負荷が熱力学的に不利になる。すなわちこれらの元を含む、四面体系中間体は不安定である。 安定なカルボン酸誘導体の四面体系中間体は以下の四つのうち少なくとも一つの特徴を持っている。多感構造テトロドトキシン強い電子吸引性元がアシル炭素に結合している化合物カルボニル元と協約しにくい電子供与性元を含む化合物溶原子がアノマー中心に結合している化合物これらの化合物は四面体系中間体が カルボニル化合物に分解する反応における速度論を研究するために中間体の IR や UV、NMR の吸収スペクトルを取るために用いられる。四面体系中間体の最初の X 線結晶構造解析は1974年にイノシシのトリプシンを大豆トリプシン阻害剤と共に結晶化させて行われた。また牛のトリプシンとアプロチニンを一緒に結晶化して 構造を調べる実験は、どちらのケースでも、四面体系中間体は、酵素の活性部位に取り込まれて安定化し、ペプチド化水分解の繊維状態が安定化している。四面体系中間体の構造に関する考察が、1967年に結晶化された N プロシルミトマイシン A の構造から得られている。四面体炭素 C17 は O3 と136.54。 tm の結合を形成している。これは C8O3 結合より短い。対照的に C17N2 結合は N1C1 結合や N1C11 結合より長い。これは O3 の孤立電子体が C17N2 結合のシグマ軌道と相互作用するからである。しかし、このモデルは4環構造を含んでおり、カルボニル元に含まれるはずの O3 がメチル化。 されているため、全体的にはあまり良いモデルではない。後に行われた1アザマイナス3、5、7トリメチルアダマンタンマイナスオンの X 線結晶構造解析で、価値音性紙面体系中間体のより良いモデルが得られた。C1N1 結合は、以前のデータより長い15 PM、155.2PM。C1O1 結合は、以前より短い。 138.2PM であると分かった。2002年、デイビッド・エヴァンズらは、非常に安定で、電気的に中性である四面体系中間体を、N、アシルピロールと有機金属化合物を反応させ、その後に塩化アンモニウムで、プロトン化して、カルビノールを得る反応の中で観測した。この物質の C1N1 結合、147.84PM は、 通常の CSP3 ピロリ結合より長く141.2から 145.8PM である。対照的に C1O1 結合 141.15PM は CSP3O 結合の平均的な長さより短い。C1N1 結合が長くなり C1O1 結合が短くなったことは酸素の孤立電子体と CN 結合のシグマ軌道の相互作用から生じるアノマー効果で説明できる。同様に酸素の孤立電子体と CC 結合のシグマ軌道の相互作用が C1C2 結合より長くなっていることの理由になっているはずである。また C1C11 結合は CSP3CSP3 結合の平均よりもやや短い。ヘミアセタールとアセタールは 実質的に、電気的に中性な四面体系中間体である。それらは、嗅覚剤がカルボニル元に孵化するときに生成するが、四面体系中間体と異なり非常に安定で、有機合成化学で保護器として用いられる。アセトアルデヒドがメタノールに溶解すると、ヘミアセタールが生成する。ほとんどのヘミアセタールは元になるアルコールやアルデヒドに比べ、不安定である。 例えば、アセトアルデヒドと単純なアルコールが反応してヘミアセタールができる反応の平行定数は大体0.5である。ただし、平行定数 K は、K イコールヘミアセタール、アルデヒド、アルコールで定義される。ケトンのヘミアセタールはアルデヒドのヘミアセタールよりも不安定である。しかし、環状ヘミアセタールや電子吸引器を持っているヘミアセタールは安定である。 カルボニル炭素に結合した電子吸引器は平行をヘミアセタールの側に傾ける。それらはカルボニル元の極性を増加させ、すでに性の部分電化を持っている炭素のデルタプラス性を増加させ、嗅覚剤が攻撃しやすいようにする。下の図はカルボニル化合物の水和の傾向を示したものである。ヘキサフルオロアセトンは最も水和しやすい。 カルボニル化合物であると見られている。ホルムアルデヒドはカルボニル元の両側が水素原子のみで立体障害がほとんどないため水と速やかに反応する。シクロプロパノンも非常に水はしやすい。酸菌管は管歪みが非常に大きく SP2 根性よりは SP3 根性の方が望ましい。SP2 根性のケトンの結合核が 約60度であるのに対し、SP3 根性の水あえ物は、結合が約49まで歪められている。したがって、カルボニル元への負荷により、缶構造特有の歪みが解放されるので、シクロプロパノンやシクロブタノンがとても急電子性が高い。より大きな缶になると、結合核が歪められていないので、ヘミアセタールの安定性は、エントロピーや近接性のため、 小さな缶に比べ高くなる。一分子のヘミアセタールが生成するのに、カルボニルが二分子必要であるため、サシキアセタールの生成ではエントロピーが減少する。対照的に、環状ヘミアセタールでは一つの分子が分子内で反応を起こすため、反応は起こりやすい。環状ヘミアセタールの安定性は平行定数からも理解できる。環状ヘミアセタールでは、 分子内反応が起こるため、嗅覚剤は常にカルボニル元の近くにあって攻撃しやすく、性反応の速度定数が逆反応のそれに比べてずっと大きい。グルコースなど、糖に関する生体分子はの多くは、環状ヘミアセタールである。酸の存在下でヘミアセタールは脱離反応を起こし、元々のアルデヒドのカルボニル元に含まれていた酸素原子が水分子として抜ける。 これらのオキソニウムイオンは強力な吸電子剤で2分子目と速やかに反応してより安定な化合物アセタールを与える。ヘミアセタールからアセタールが生成する反応機構は以下の通り。アセタールは常実の通り安定な四面体系中間体であるため有機合成化学において保護器として用いられる。塩基性条件下では アセタールは安定で塩基からケトンを保護するのに用いられる。アセタール元は酸性条件下で加水分解されアルデヒドやケトンへと戻る。ジオキソランを保護器として用いる場合の例を下に示す。ワインレブアミドは N メトキシ N メチルカルボン酸アミドのことである。ワインレブアミドは有機金属化合物と反応してプロトン化されたケトンを与える。 五輪間キレート中間体が高い安定性を示すため、ケトンの収率が高く、この方法は広く受け入れられている。量子化学計算により安定な四面体系負荷体ができやすいことが分かっており、これは実験結果と一致する。ワインレブアミドとアルキルリチウムやグリニャール主役との反応性の高さは、四面体系負荷体のキレートによる安定化、もっと言えば、 不可体にたる繊維状態の安定性に由来している。四面体負荷の反応式を以下に示す。タンパク質に結合している弱いはした。排位子はいくつかの立体肺座が混じった平行混合物になっていると考えられている。弱いはした。タンパク質も同様にいくつかの肺座の平行混合物になっている。タンパク質と肺位子の錯体形成には肺位結合の位置を決める。 溶媒分子の置換も含まれており、溶媒は作体が形成される。これがエントロピー的に好ましくないため、エンタルピー的に理想的なタンパク質と肺位子の接触では、エントロピーは小さくならざるを得ない。標的のタンパク質に関する新しい肺位子のデザインは、すでに知られている肺位子の修正をベースに設計される。プロテアーゼは、 ペプチド結合の加水分解を触媒する酵素である。これらのタンパク質は、ペプチドの加水分解反応で、繊維状態にある四面体系中間体を認識し、結合するように進化してきた。ゆえに、主なプロテアーゼ阻害剤は、四面体系中間体に擬態し、アルコールやリン酸元を持つ物質である。これらの阻害剤の例として、サキナビル、リトナビル、 ペプスタチンなどが挙げられる。酵素の活性部位内での四面体系中間体の安定化の研究は、四面体系中間体に擬態する化合物を使って調査されてきた。繊維状態の安定化に関わる結合の力は結晶学的に記述されてきた。哺乳酵のセディンプロテアーゼ、トリプシンやキモトリプシン、ポリペプチド骨格のうち二つの NH 結合からできる オキシアニオンホールが負の部分電荷を持つ酸素原子と四面体系中間体の水素結合に寄与している。簡単な相互作用の図を下に示す。ありがとうございます。